前田殿も。毎度、岩本でございます。エキサイティングリーグ、パ、なんてね。はい、週刊パシフィックリーグやってきました。お願いします。はい、パリーグ大団子ですよ。一週間で移り変わり激しいですよ。その模様を皆さんにお届けしたいと思います。首位はソフトバンク。これは選手と一緒ですね。しかし2位の日本ハム。日本ハムが2位に上がってきてるんですよ。1ゲーム差をつけて、今ソフトバンクが1位。今週はファイターズと2試合、1敗1分け。で、バファローズと1勝1敗1分けと。で、ということは1勝2分けの2敗か。まあ、星こそ伸びてないんだけども、まあ、安定した強さありますね。なんか本当、ローテーションの軸でモイネロが頑張ってるのがすごく印象的で、まあ勝利に反映されてるされてない別としてね、まあソフトバンクは何ちゅうかな、この4月15日から4月21日のこの1週間でもなんか安定した戦いっぷり、やっぱ強いよねって何回も言わせるんやね、ソフトバンク。でソフトバンクは今現在11勝6敗、貯金が5つとなってますな。さあ2位に浮上してきた日本ハムです。10勝7敗今現在ね、貯金が3ですわ。これほんで首位とソフトバンクとは1ゲーム、2位のオリックスとは 1.5 ゲームと、まあまあ団子は団子なんだけども、なんといっても今週負けてませんね。まずはホークスと2連戦1勝1分け、ほんでロッテ戦はエスコンフィールドでもう3連勝ということは、今週エスコンフィールドで負けてないということなんですよ。4勝1分けやもんね。野球の内容がいいわ。1点差ゲームをものにするとか、逆転劇があったりとか、で一気に畳み込む試合があったりとか、で若手中堅ベテランがバランスよく活躍して、日替わりヒーローやね。なんか去年一昨年と全然違うファイターズですよ。まあ本当追いかけて OB 解説者としてファイターズ見てますけども、なんかこう選手たちがその気になってる、マルチネスほんまに1割台かいとか思うもんね。やっぱそうやってね、でもその1割台の1割5分6分ぐらいのマルチネスでも、ここ一番でインパクトのあるホームラン打ってるんで、マルチネスに回せみたいな。ほんで彼がバッターボックス入ったら打率低いけどなんかやりそうやなっていうのが、今週のエスコンフィールドでのファイターズにはあったっていうとこかな。10勝7敗で貯金3つ、ああ頑張しいね。で3位オリックス、ぐいぐい上がってきてますよ。今週は3勝2敗1分け、今現在は10勝10敗5割に戻しました。イーグルスと2勝1敗で、ホークスと1勝1敗1分けと、そうなっとるわけですけども、シュンペーターがなんかがっつりやられてた印象があるね。宮城がさすがやねっていうところで、でバットの方も頓宮や杉本ラオウがよーく名前聞くようになってきた。でルーキーのピッチャーが満塁で雄たけび上げて、それをピンチをしのいでみるとか、なんかトピックスも芳しくなってきて、あやっぱ連覇してるチームやなっていうのを周りにポロポロとこぼさせるようになってきたもんね。なんかホークスと長い試合でね、ドロー残塁が多かったとか四死球が多かったとか不思議な試合やったけども、お互いのチームがレベルが高いからこそ次の一本が出なかった、そういう風に置いてくれたらいいんじゃないかな。オリックスが不気味ですよ、やっぱり来てますよ。3位ロッテ、今週ちょっと元気なかったね。でもライオンズには2連勝して、でファイターズにはまさかの3連敗と。なんかねロッテ見てて思ったんだけども、まあ、僕目の前でポランコのホームラン見たんですよ。でも外が変な話、外のボール、冗談じゃないけど、アウトコースのボールをなんか捉えきれてない。これバッター解説者に言わせると、ちょっと開きが早いとか言うんかな。見事にアウトコースからカット系のボールは、なんかバットの先でダブルプレーを打つのよ。それが印象に残るのよ。今現在9勝9敗1分けで5割。まあ、まだまだ目はある。ベテラン角中の活躍もやっぱ必要ですし、荻野もベテランとして試合に出てるし、山口のどでかいホームランなども見ましたよ。まあ踏ん張りどこかな。まあカード変わって心機一転、頑張りましょうっていうところじゃないですか。なんかね、吉井監督が誕生日を飾れなかったっていうのも今週のトピックスになってしまったのかな。まあでも、オリックスとは、ゲーム差なしでね、3位タイということですから。楽天、今週、3勝3敗、バファローズに1勝2敗、で、ライオンズに2勝1敗と、3位、ロッテ、オリックスとは 1.5 ゲーム差。もうこんなの一つのカードでどうなるか分かりませんからね。楽天はね、早川が早々と捕まった試合とかあったか。で、トピックスで言うと、やっぱキャッチャーかな、石原かな、新聞にも載ってたし、今シーズン彼もう8年目やって言うやんか。その選手が猛打賞があったりとか、ほんとレギュラー取りに向けて着々とそのアピール、猛アピールが続いてるんですよ。ファームで指導してる時の、今井監督が手塩にかけて、お前はできる男だいうような、そんな声かけもあったんかな。バッティングも結果出るようになってきたし、ほんで、キャッチャーとしても、なかなか脂っこい場面でも堂々と
リードできるようになってきたんじゃないですか。まあ、こうやって新しい戦力と言われるで手塩にかけて目をかけているその選手の活躍がチームを活性化させますからね。楽天はもうここ踏ん張りどこかな、うん、いやそれこそ1週間頑張ったら A クラスに行くことだってあるんで、どのチームも何が起きるかわからないんですよ。さあ、最下位に甘んじてしまっているライオンズ、ここがもう最大の今週のトピックス、悪い方のトピックスなんですよ。ファイターズが負けなしとなったら4勝1分け、西武ライオンズ今週は1勝4敗と。でまたその前から言うとすごい連敗してたのよ。その前は連勝で首位まではいかんかったけど2位3位に行くようなそういう成績を持ってたチームが一気に下降してしまった。うん、これ決定だよね。まあ松井監督は新外国人選手バッターたちをやっぱ座りのいい打者になってほしいという望みを込めてましたけど、なかなか機能していないと、おかわり君や栗山に頼ってるようじゃという話やしね。そういった意味では塁に出てどうにかコツコツと進めながらホームを踏ます。開幕当初はね佐藤龍生あたりが引っ張り加減だったけども、チームをね、まあ、そうやって日替わりの引っ張る選手が出てきて、この選手がいるからっていうようなチームの代名詞になる選手出てきてほしいね。まあピッチャートピックスで言うとね、高橋光成が勝ち星こそつかなかったけども、前回の投球そして今回の投球でいったところ、なんかあやっぱりコーナーだなと、うん、で遅ればせながらチームに合流してちゃんと整え直してくれたかと、そういったところかな。まあ今井が強いんでね、うん、コーナーで平、まあ、そのあたりがやっぱローテーションの中の柱として機能しながらね、まあ、コツコツとそのカードで悪くても一勝、もう欲を言えば勝ち越していく、そういう展開を作りたいね、うん、ごめんなさい。楽天は8勝11敗の借金3で、最下位の西武は7勝12敗の借金5と、5位楽天には1ゲーム、まあでも見てるとね1ゲームでしょ、 2.5 でしょ、でこれ4の5ゲーム、1位から6位まで5ゲームなんですよ。もうこれをね1週間2週間ほんと10日そこそこで順位なんてぐるぐる変わっていくし、でも勢いで言うと今週は日本ハムがめちゃくちゃいい勢い持ってるね。ソフトバンクとオリックスはなんかじわ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 俺たちチーム力やっぱりあるんだよっていうような、で、ロッテ楽天西武はちょっと今週は芳しい星勘定にならなかったけども、まだまだ浮上するきっかけを持っていると。でロッテ事情で言うとサンデーローキがなんか火曜日のナイトゲームに、当番引っ越しっていうような情報が来て、おそらく火曜日に投げるんだろうと思うんだけども、ローテーションのピッチャーの順番の変更っていうのはチームの流れをも変える可能性があるんでね。まあ吉井監督で小野コーチなどなどチームスタッフの方々が何かを考えながらそういう着手している、うん、毎週言うてますけども、これ来週の今頃はどんな順位になってるんだろうかっていう話ですよ。混戦パリーグコンパですやんか。もうエキサイティングリーグパ何回も言いますよ。ああ毎週この時間待ち遠しいね。来週再来週ともっと脂っこくなってくるから、どないなるんやろね。貯金借金、うー毎度気に入って